仁博氏が世界でブレイクするきっかけとなったギリシャ悲劇王女メディアを紹介いたします。ギリシャからこの作品がオファーを来た時は本当にびっくり仰天しました。というのもですね、僕は当時ガラケーでして iPhone なんかもちろん持っていなかったんですけども、 YouTube で英語で自己紹介をしたんです。その当時蜷川幸雄さん演出、世界の蜷川さんの演出で平見喜次郎さんがギリシャ悲劇を本場ギリシャで主演しておりました。そしてギリシャがどうやって僕を調べたのかは分かりませんが、もしかしてギリシャに興味ございませんかというお話をギリシャからいただいたんです。ねえ、どういうことっていう話から始まりまして、全くギリシャ悲劇は疎かったんですけども、エウリピデスっていう人が書いたギリシャ悲劇で、女性が初めて主人公になった役っていうのかことしか知りませんでした。それまではギリシャ悲劇は男性が主人公で女性が主人公になることはなかったんですね。そしてですね、そのメディアを本場でやらないかということだったんですけども、詳しいお話はまた興味ある方は僕個人にも聞いてください。それでは世界でブレイクした王女メディア、仁博氏の王女メディア、どうぞご覧ください。Thank you.